本当に本当にすごい試合になりました。まずはおたけびもありましたけども、振り返ってください。 This is This is This is football。 やはりこの満員御礼のこれだけのサポーターファミリーがこの空気を作ってくれて、この一瞬のためにみんな苦しいトレーニングしてますから、このスタジアムの空気感、この熱狂、これがあるからやっぱフットボールやめられないなって思ってます。だからこそまだまだ我々は才のままですから、もっともっと上をしっかりと目指せるように引き続きやっていきたいなと思ってます。監督、今日はまあ前半立ち上がりからちょっと相手のペースになって、そしてまあ2点を追う展開にもなりました。前半どんなことを考えてピッチご覧になってたんですか？こういう苦しい中だったり、メンタル的にこうイライラしがちな中で、しっかりとメンタルコントロール、セルコントロールしながら、我々は最後までフットボールを貫いた、フットボールをしてしっかりと逆転してみせた、こんなに誇らしい選手たちいませんから、大いに今日は選手たち喜びたいなと思ってます。監督、同点に追いついてから、まあ、そしてメンバー変更があって西澤選手がいいクロスを上げました。あのあたりやっぱり期待する選手、やっぱり活躍するのは素晴らしいですね。今ね、今週ずっと素晴らしいトレーニング積んでましたし、調子が良かったですし、なかなかメンバーに入れない中でも彼は人一倍トレーニングしてましたし、何よりもアカデミー出身のこのクラブの偉大さ、プライド、そういったものを前面に持っている選手ですから、やっぱああいう選手はこういう土壇場で力を発揮してくるんだなって、改めてこの清水エスパルスのクラブの偉大さ、アカデミーの素晴らしさを実感できたなっていうプレーでした。そして今日は1万8000人近い、今日一番、今年一番のお客さんです。この声が本当に最後まで背中を押してくれましたね。このスタジアムでなければ逆転は不可能だったと思いますから、ここを 2-0 から3にひっくり返す、こんなゲームめったに見れないですから、それをこう可能にするこのサポーターファミリー、あと10試合しっかりと全員で何が何でも昇格、優勝できるようにやっていきたいと思います。首位との差勝ち点8です。最後まで熱く全員で清水エスパルスを愛する全ての方たちと必死になって戦って昇格したいと思います。おめでとうございました。ありがとうございました。